ただいま。おかえり。ただいま、にゃんこたち。やっぱ我が家は天国だな。うちには3匹の猫がいる。やんちゃなマンチカンのマー、ゆうこ、お友達できた。おっとりなシンガプーラのシー。マーさん、そんな急には。ねえ、ローさん。しっかり者のロシアンブルーのロー。むしろ私が一緒に学校へ。みんなマジ天使。猫最高。ヤンコデイズ。近所でお祭りか。人混み苦手だし、どうしようかな。お祭りって何？マンも行きたい。ねえ、行こう。しょうがないな。チーとローも連れてみんなで行こうね。なんだろう。あ、ゆうこちゃんだ。あずみちゃん。私も今来たところだし、一緒に回ろうよ。うん。君たちも今日は一緒に回ってくれるかな。はい。知らない人怖い、知らない人怖い。お魚いっぱいね。食べてもいいの。いや、さすがにそれはマジでダメ。まるで子猫みたいな反応でしゅね。うん、マンは子猫じゃないもん。あら、じゃあ証明してみせなさいでしゅ。たくさん取れたね。次あっち行ってみようよ。うん、こうするでしゅ。どっちがこの魚を多く取るか勝負でしゅわ。いいよ、絶対マーが勝つもん。ねえ、ゆうこ。あれ、あずみ。マーとエルザちゃん、どこ行っちゃったんだろう。白鳥あずみ、ここであったが100年目、私と大食いで勝負しなさい。池谷さん、そっちで猫を見なかった？猫なんて見てないわよ。やめてよね。そっか、ありがとう。ゆうこ、どこ行ったのさ。ちょっと、まつげしよう。だってエルザ歩くの遅いんだもん。移動はいつもあずみのバッグの中か肩の上だったから、長く歩くのがこんなにしんどいだなんて。あんまり遅いと置いてっちゃうよ。待ってって言ってるじゃないですか。冗談だよ、早く行こう。こんなんじゃ一生見つからないでしゅ。もうあずみに会えないでしゅわ。大丈夫。マーが絶対アズミもユウコも見つける。だからエルザ元気出して。エルザ、マーにいい考えがあるの。ユウコ、アズミ。アズミちゃん、あれ。二人ともあんなところに。ユウコ、ユウコ、ユウコ。何はともあれ、二人とも見つかってよかったよ。一件落着だね。ねえねえ、ゆうこ、まあ今日はすっごく楽しかった。今度はね、エルザとステージで歌いたい。ちょっと勝手に決めるのでしゅ。まあ、また一緒に来てあげてもいいでしゅ。本当？じゃあステージでにゃんこ体操しよう。だからやらないでしゅ。というか二人とも、いつの間にか仲良くなってない？何かあったの？内緒でしゅ。あれ、池谷さん、なんでまだここに？って、めっちゃ足震えてる。一体何を怖がって。え、にゃーん。そっか、池谷さんは猫が苦手なんだね。にゃんこデイズ。テレビだったら見てるだけでいいから楽だし、これにしない？それに対する政府の対応は、テレビ見る見る。いいですね。今後の競技が違う。こんなのつまんない。あ、感じさせる話題。チャンネル戻して。私だってこんなのつまんないわよ。どうしましょう。仲直りさせないと。ほら、おもちゃ二人で遊んでください。どうしたら。ただいま。ゆうこさん。シー、どうしたの？みんなで楽しく遊びたかったのに、ゆうこさんの真
真似したら絶対楽しいって。なのに二人が喧嘩しちゃって悲しいです。二人ともこっち来て。じゃーん、これなんだ。あ、ねえねえロー、これ楽しいね。そうね、あのさっきはごめんね。ううん、魔の方こそごめんね。ゆうこさんは最近学校が楽しそうですね。今までは毎晩嫌だって言ってたのに。魔たちも楽しいことしよう。楽しいことですか？具体的に何するのよ。ゆうこのいろいろ真似するので、何を真似するの？クレヨンじゃなくてこれでお絵かきする。うん、ゆうこが勉強で使ってるやつね。あれ、破れちゃう。全然書けない。勉強って紙を破ることなの？芯出してないだけじゃ。見て見て、次はこれで書いてみよう。うぎぎぎ、やかない。今度はもっと簡単なのにしよう。簡単なのって？ゆうこの本読むの。ねえねえロー、まあ漢字読めないからこれ読んで。しょうがないわね。話して、あんたに私の何がわかるっていうの。わかるに決まってるだろ。俺はお前のことを世界一愛してるから。嘘だって、嘘だよ。あー、ローがかわいい。ピキシー、誰かが可愛いあたちのこと噂してますわ。あずみの帰りが遅いでしわね。ふん、一人が寂しいとかじゃないでしわ。寂しくなんてないですし。あずみ、今日は帰りが遅かったでしゅが、いいことでもあったんでしゅ？うん、すっごく可愛いお友達ができたの。あたちより可愛いんでしゅか？即答でしか。あずみが一人の子に対してそんなに楽しそうに話すの初めてかもでしょ。そうかも。ゆうこちゃんを初めて見た時から友達になりたかったの。一人が好きなのかと思って話しかけられずにいたんだけど、やっと友達になれて嬉しくって。ふーん、なんでそんなに友達になりたかったんでしゅ？猫のヘアゴムが可愛かったから。そんな理由？ゆうこいないとつまんない。ああ、もう学校行ってるんだから仕方ないでしょ。ゆうこさん、ちゃんとお話できたでしょうか？全然ダメでした。話すことはおろか、周りに人が多すぎて近づけもしなかった。小長井さん。白鳥さん、ショーのことで校長先生が呼んでたわよ。こんなんじゃずっと話せない。もう早く帰って猫もふしたい。マーはお腹を触られるのが好きで、ローは顎の下、シーは脇の下。変わってるな。ほんと育児なしだな私って。帰ろう。小長井さん。し、白鳥さん。よかった、まだ帰ってなくて。一緒に帰ろう。うん、よかったら喫茶店でも寄ろうよ。なんなんだこの展開。課題も終わったし、そろそろお散歩行こっか。賛成。どっか行きたいところある？うんとね、この前行った高いところ。よし、じゃあそこまで競争だ。やっぱりここから見える景色は綺麗だよね。あら、あなたは。え、同じクラスの小長井さんだよね。白鳥さん、どうしてここに？ここ、うちの私有地なの。人気者な上にリアルブルジョア。それにしても、小長井さんちも猫飼ってたんだね。しかも3匹も、すっごいよ。私、猫のお話できるお友達欲しかったんだ。これからよろしくね。うん、いけない、もうこんな時間、お稽古始まっちゃう。また月曜日いっぱいお話ししようね。バイバイ。バイバイ。あー、緊張した。よし、
今日こそこのゲームクリアするぞ。ゆうこ、指を待って。ちょっと待って。ゆうこ、おやつ食べる？食べる。この間買っといたポテチも出そうかな。いやー、これがスリリングってやつか。おり、もう見てられないんだから。ごめんなさい。今の音ってやっぱり。どう、いつも手伝ってくれてありがとうね。えらいえらい。別に褒められたって嬉しくともなんとも。めっちゃ喉鳴ってる。もう嫌です、うまく描けないのです。そんなことないよし、素敵だよこの魚。それ、ゆうこさん。え、はい、し、あー、あー、しーが無類のボーロ好きでよかった。